おはようございます、古見さん。僕は知っている。は、古見さんが古見翔であることを知っている。僕はそんな古見さんの友達になった。只野くんは高校生活の目標を古見さんの友達100人作りに決めた。なんなの？ねえ、なんなのこれ？古見さんは友達100人作りたいんだって。は？何があった？なんであの数個になるお方の名前呼んでんの？呼ぶにしたって古見様だろうがダメよ。古見様の隣の席だからって調子くれてんじゃないわよ。え？私なんかじゃ古見さんの友達なんて恐れ多くてですね。大丈夫ですよ、チャンスはまだあります。やけに古見さんの肩を持つじゃないか。好きなのかい？え？僕なんかじゃ釣り合わないよ、古見さんは。次の友人候補はこの中から選ぼう。え、何それ素敵。あ、もしもし、古見さん。友達になってくださいって言ってみましょうか。これが言えたら友達100人なんかすぐですよ。古見さんは古見翔です。